こんにちは。カルピスの新味が出たのでレビューしていく動画になります。うまい。今回はですね、皆さんに、とても大切なお知らせがあるということで、はい、この場を設けさせてもらいました。ほぼ同タイミングで達成したチャンネル登録者数4000人と、あと総再生数が100万回と、活動2周年ですね。もうすぐ活動2周年ということで、はい、そういうお知らせの動画になります。なんですけど、一切ネタを考えてきてないので、ちょっと僕的に何をやればいいのかわかんないんですね。なんで、お祝いは何をすればいいのかなっていうのを、皆さんにコメントで聞いて、今この場でやるという企画ですね。今後の活動方針というものを皆さんにお知らせできればいいなと思っています。はい、ですね、動画の投稿頻度が、ものすごい落ちちゃっていて、皆さんを大変お待たせしすぎている状態になっていると思うんです。ちょこっとずつ上げられてはいると思うんだけど、どうしたもんかなと僕も思ってたんですけど、ついにですね、来月ぐらいかな、6月ぐらいから、だいぶプライベートの方が多分、落ち着きがちょっと出てきそうな感じなので、動画頻度、バチクソ上がるってわけじゃないんですけど、割りかし上がると思います。編集する時間が増える、撮影する時間が増える、とにかく投稿に使える時間が増えるってことだね。ガテオブバンバンっていうゲームとアマンダジアドベンチャーっていうのが今旬じゃないですか。だからちょっと今僕としても気になってるし、せっかくねパソコンちゃん購入したんでやりたいなーっていう思いがあり、ホラゲ投稿結構して、権威系はちょっと少なめっていう感じになってると思うんですけど、権威系動画とかももうちょっと編集に余裕が持てるんだったら上げられるかなっていう感じで話が動いているので、来月からですね、6月からそういう時間が増えると思うので、お楽しみにしていただければいいと思います。 YouTube の収益化も剥がされたんでなんでやねん。別に僕が悪いことしたとかじゃなくて、ただ今 YouTube の本人確認ってマイナンバーが必要らしいんだよ。マイナンバーカードか運転免許証でしか本人登録ができないっていうので、運転免許証はマジで作るのがめんどくさいって思ってるから作ってなくて、収益化するのに今必要なものって言ったらマイナンバーカードなんだけど、僕は外出したくない病を保有証だしね、役場の人とうまく話し合わせるかわかんない、重要書類も揃ってない、それもまためんどくさい、3つぐらいかな、理由が重なって、マイナンバーが作れていません。なのでちょっと収益化ができてません。前よりは、前のひどい状態よりは投稿してるって感じなんだけど、一切収益が入ってきてないのね。みんなが広告なしで見れるのはすごくいいことだと思うんだけど、僕としては正直広告収入も欲しいんですよそう。で、広告収入入ってきたら、もちろん、ね、プライベートの方で仕事も減らせるし、なぜ僕はそれをやらないっていう話ですね。はい。なんで、頑張ってマイナンバーカードをもらいに行ってね、僕の足で勇気を振り絞って、多分9月までだっけな、マイナンバー交付してくれるのって。だから割と急がなきゃいけないものなんです。そしたら、みんなもライブ配信とかでスーパーチャットとかできるようになると思う。YouTube からのお金とプライベートのお金で、うまいこと分割してね、活動やっていければいいなと思ってますという報告動画でした。以上になります。本当につまんない動画だったでしょ。報告動画でお祝い動画だったのに何も面白いことができてないっていうね。僕のチャンネル史上ありえないことなんですけど、でもやっぱりこんな、動画投稿少なかったりとか不定期だったりとかで、そのみんなに迷惑かけている中でも4000人。一番びっくりしたのが総再生数100万回っていうね、こうやってコツコツちまちまやっていくことでも実っていくんだなっていうので、だからもっと頑張れば行くんですよ、本来は。ここから本気出してやっていきたいなと。はい。さすがにそろそろ。こう2年も活動やってて、正直この伸びっていうのは今ちょっと悔しいっていうのがありますね。もうこの段階でも10万人、50万人来ましたっていう、もういろんなね、ルーキー YouTuber さんとかいろいろいる中で僕はまだ4000人で喜んでる段階なので、今年内自分の中でなんですけどね、あんまりこう表に出しちゃうとやっぱり達成できなかった時の残念が大きくなっちゃうので、あんまり言ってなかったんですけど、今年中に登録者1万人行きたいんですよ。こっから動画投稿頑張って、なるべく権益増やして自分よがりじゃないチャンネルを作っていければいいなと思っています。今来たこのチャンスっていうのを逃さずにちょっと頑張って動画投稿していくつもりなので、皆さんには応援引き続きお願いしたいです。よろしくお願いします。動画の拡散していただける方はしてくれると嬉しいです。ハッピーツリーフレンズとか権威系とか好きな
お友サイコパスなお友達にいっぱい共有してくれると嬉しいです。あとホラーゲーム大好きなお友達も共有してくれると嬉しいです。ちょっと学校で話題になるだけでもボン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 って周りの耳に入っていくもんなんですから、まあ僕も悪い印象つけないように、あの健全なチャンネルを作れるように頑張っていくので皆さんもちょっとはい、掲げた目標を共に達成できるよう頑張っていきましょう。ってなわけでよろしくお願いします。マジで、はい、ということで最後は特大のビッグスマイルで動画を締めさせていただきたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。っていうキャラじゃないんだよな、マジで。マジでこういうのって言いたいんだろうな。こういう俺を見てみんなはどう思ってるんだろう。あ、やべえ、動画切れてなかった。